ここまでたどり着くとは結構やるじゃねえか。お前さんがどうやってたどり着いたかは知らねえが、楽な道のりじゃなかったことは分かった。花見と口はなんだが、俺のとっておきを見せてやるよ。準備はいいか。男の魂燃やしてやるぜ。どうも皆さん、こんにちは。あ、旦那様です。よろしくお願いします。オフェンス機械技師、脳幹視、調校師ですね。最近録画し忘れることが多くて、ちょっと確認したけどね、問題なかったわ。私から離れてはあれかな、ハンターが近くにいるってことか。脳幹視は見ないな。でもこのマップは脳幹視強いらしいじゃん。ね、2階に家屋置くんでしょ、工場の内部のね。チェス中かな。ハンターなんやろね。あとね、白黒か。今工場の中入ったもんね。他の人が解読集中してみたいなチャット打った？俺誰のも見てないんやけど。カオケ置きました。工場内部で置いて、すぐ死ぬんちゃうって言ったら死んだやん。だってな、ハンターに追われてそのついでに置いたんでしょ。救助に行かないよね、あの子。脳幹視は自分で自己救助するからね、行かないよね、さすがに。まあ、8秒だっけ、10秒みたいな、ゼロ救助だよね、あれ。まあ、要するにゼロ救助か。さすがに2階に置いてるよね。もう荷ずりやん、次。上なら行くわ。よっしゃー、ボールやば。もう残り4分1注意だよこれ。俺の背中を見ろ。なんか見えた気がする。人形だよね。なんで引き継がれてる。なんで、もったいなくね。謎い。自分に竹引きつけるんかな、あいつ。まあ竹映ったらいいけどさ。脳幹視回復したいな。まあトンネル防止したから、まあいっか。そう考えると人形いったら安いもんかな。技師工場内部おったよね。脳幹視向こうの方面にいる。解読集中室っつっても暗号機ないでしょ。おった。瞬間移動でちょうど消える。回復するよ。 OK。 調合室に行ったね。はい、ありがとうとか入れてんよね。はい、あと脳幹視が見つからなければいいんやけどな。あれ脳幹視じゃん。調校師と脳幹視ダブってんの。本格的にこの暗号機かじゃん。先に行くよ。あ、もう1台終わった。あ、救助行きます、救助行きます。残り1台よろしく。よろしく。ここで耳鳴りさしとこうぜ。そしたら飛べんでしょ。もう荷ずりやからね、守るやろ。救助行く人はしっかりチャット打って。
弓なり殺食、安易に動けない、あ、もう救助するわ。はい、何も見えへん、何も見えへん。ナイス、何も見えんわ。じゃあ向こうのゲートに行きましょう。瞬間移動だったもんね。瞬間移動使います。ボールあるし引きつけるか。こっちはで板使われてるんだよ。足速い、お板使われてるんだよ。ヤバピー、ヤバピー、届くね。何ヤバピーって、もう化粧間に合わんでしょ、死に化粧。脳幹視はそっちから ここまで来る感じかね。俺一応受難取ってるからね。大丈夫かこれ、これ引き分け嫌だな。たちまち、ワイは新温泉で、これいける？それいけるか？オッケー。勝ってよ。いや思ったけどあのロングタックルやばいね。ちょっと違う視点で見たいわ。保存。